自己改善のモチベーションっていうのが出てありましてですね、これはすごい鉄板なんですけどですね、何か始めて1週間ぐらいはうまくいくんですけども、やがてですねだんだんうまくいかなくなってくるんですよ。これで多くの人はこの辺でですね、うまくやっても一生懸命やってんだけどうまくいかないなっていうのでくじけちゃうんですけども、なぜくじけるかというと、実はですね、この催眠とか瞑想の使用体を作ったようなですね、セロトニンっていう脳内伝達物質なんですね。で、こういったセロトニン神経っていうのがですね、あるんですけども、このセロトニンの時にはですね、こういったことが起こると。セロトニン神経から、瞑想とか催眠とかをするとですね、インパルスがたくさん出てですね、この標的細胞に向かってですね、その信号がどっと出てくると。ところが、それをですね、どのくらいの量を出てるかっていうのをフィードバックしてですね、そこで測定してる部分があるんですね。で、そうすると、たくさん出てくると、たくさん出過ぎだよっていうふうなのを、知り合いなくてですね、インパルス発射をですね、抑制するという、こういった効果が起きてしまうんですね。で、それなんでこういった部分をですね、こうやってんだけど、もうくならないなみたいな感じなんですね。で、その時に、この出過ぎだよと思ったとしても、一生懸命このうまくいってないなと思いつつもですね、いつもいつもこのトレーニングを続けていると、今度はですね、このセロトニンのですね、自己受容器というのの数が減ってくる。数が減ってくるということは、たくさん出さないと同じフィードバック量が音で観測されないと。ですから、セロトニンがたくさん出るような体質になっていくんですね。で、そのセロトニンがたくさん出るような体質になっていくまでの間が、ウィンサー瞬間と考えている。それなので、ここでですね、何かをし始めてですね、ふとここで調子が悪い時期が発生して、調子が悪いんだけどっていうんで、ここでやめちゃうんじゃなくて、頑張ってると、ここのところで、だんだん良くなって、あとはずっと良くなっていく。で、またずっと良くなっていくとですね、人間ですから、怠けようみたいな感じで思っちゃうわけですね。で、そうして、怠けてしばらくやらないでおいて、だけど、その最近調子が悪いから始めようかと思うと、これがまた発生するんですよ。で、そうすると、これが発生するんで、やっぱり、これまで、怠けちゃったんだけども、もうやっても自分はダメなのかなと思ってですね、ここで落ち込んでやめちゃうわけですね。で、ところがですね、この、何度も、お伝えしていますようにですね、ここのですね、こういうふうな形で、定期的にこの催眠療法を受ける日がやってくるんだ、瞑想セミナーを受ける日がやってくるんだというふうなのがあると、この一旦くじけても、この、またあそこの日にライアンスに行くから、ちょっと、頑張り直してみようかみたいな感じのですね、気持ちになるわけですよね。ところが一回、これを受けて終わりだと、くじけて終わりになっちゃうわけですね。ところがまたこのところで1ヶ月に受けるんだ、また1ヶ月に受けるんだとかってなると、くじけてるとですね、やる気がまた置いてやってくると。それなんで、どん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 やる気がですね、湧いてくると。ですから結婚力アップ集中プログラムっていうのはですね、こういうふうにもう至れり尽くせりですよ。人間のその心理の状態とかっていうのをですね、全部掴んで絶対に動くような方法に持っていってるというすごいものですね。だからアディアンスの場合にはこの催眠療法からこのヒプノセルフス養成講座っていうこのプロの催眠療法をする人をですね、養成するっていうところまでできてしまってですね、だから瞑想においては願望実現セミナーから上級の瞑想セミナーっていうのがありましてですね、悟りというふうなものに向かって進んでいくというようなことなんですけど、こういったところまでできるようになっています。いわゆる結婚力アップ集中プログラムをやると幸せな結婚ができて、メンタル力アップ集中プログラムっていうのをですね、この結婚力アップ集中プログラムをですね、結婚してる人が始めるとですね、奥さんにあなたは私と離婚したいのとかというような感じで考えられてしまうとか、かわいそうと、それから奥さんの方も旦那に去って思われてしまうとかわいそうと、じゃあメンタルアップっていうのにしましょうみたいな感じですね、してったりとか、あるいはこっちの方は完全にこの企業っていうんですかね、このビジネスマンとして大成功したいからというような感じでですね、こっちの方を使うというふうなこともですね、できるわけなんですね。というような形で、このまさにですね、これをできるようなことに、ラディアンスでは行っていると。ですから催眠をやることによって過去を後悔することになる。それが十分に発揮できるように結婚のカップとかメンタルのカップがあるんですよと。それから瞑想で未来を良くなる。だから一回だけで瞑想セミナーを受けて終わるんじゃなくてですね、何度も何度も来ていただくことによってですね、
あのどんどんそのパワーを増していくわけですね。で、駆逐層になったとしても、サポートがあって大丈夫と。それからまた、結婚力アップのですね、Facebook グループっていうのがありまして、クローズドなんですけども、そこのところに、だとみんなにいろいろ足ちょうだい、腰ちょうだいとか、私はこういったことを今悩んでんだけどもとかっていう相談ができちゃうんですね。で、それからまたラリアンス の、 その催眠療法とかメッセセミナーとか、それから今度の自己催眠セミナーとか出てみると、そこにもですね、結婚力アップの人が、参加の人がいるんですよ。で、そうするとその人たちと普通の人同士だったらば相談できないような深い話っていうのがそこでできるんですよね。で、私は今こんなことで悩んでんだけど、あなたはどうなのとかと、そうそう、私はそういったことをこの前経験したのよと、その時にこうやったらうまくいったのよっていうような会話がどんどん進んじゃうんですよ。だからこのですね、だからこの水曜のプログラムも、この結婚力アップ集中プログラムの中から抜粋した事項をですね、12回に分けてやってるんですね。ですから、このかなり、12回目とかっていうと、相手のガイドにずっとザーンとかってやったでしょ。あれってすごい高度な話なんですね。自分のガイドにつながるっていうのを、普通の瞑想をやってる人の場合にはなかなかあそこまでいけないんですよね。ところが2時間のセミナーで、自分のガイドにつながっちゃいましょうってメッセージを送ってやってくださいとかって来るでしょ。あれってすごい高度なことをやってるんですよね。それをもっと高度にしてしまうのが、相手のガイドにつながるとかっていうやつだったりするんですけど、そういうのを非常に難しいことをすんなりとやってしまうのがラリアンスの特徴みたいな感じになってるんですけど、それもちゃんと科学で、そういったことっていうのは、この科学的に研究していくと、それが難なくできちゃうんですね。ところが他の、催眠とか瞑想とか、あるいは自己啓発とかってやってる人はですね、それほどその科学的な研究っていうのはそこのところですね、されてないんですよね。まあ、科学的な研究ができたのはソニーのおかげですけどもですね、そういうのができてるんで着実にもくるっていうふうなことを言ったわけなんですけども。